京都大学防災研究所の所長を務めております中川でございます。本日は大変、足元の悪い中、また寒い中、また大変ご多忙の中、平成30年度防災研究所研究発表講演会に総長よりご参加いただきまして誠にありがとうございます。開会式を始めるにあたりまして一言ご挨拶申し上げます。皆様もご承知かと思いますけれども、日本漢字能力検定協会というところがですね、毎年その年の世相を表す漢字を一つ選んで、まあ、清水寺で、関数さんですかね、漢字を書くわけでございますが、昨年はこう災害の災という字が選ばれました。昨年は、豪雪災害に始まり、白根山の噴火災害、それから、6月18日京都大学の防災、京都大学の創立記念日にあたります日に大阪府北部地震が発生し、その後、6月末から7月にかけて、西日本豪水害、豪雨災害がありました。まあ、そうこうするうちにですね、もう暑い酷暑とも言うべき夏を過ごして9月に入った途端、台風21号による強風高潮災害、6日の日にはですね、その後、北海道胆振東部地震が発生するんだと、もう国内で大変多くの、まあ、災害が発生したということで、この災という字が、まあ、選ばれたというふうに思います。でこの災という字がですね、実はすでにも、選ばれております。これ2004年に選ばれているんですね。一番多い漢字がその金、金ですね。これが3回選ばれています。1995年以来、まあ、こういった催しやっているようでございますが、この災という字が2004年に選ばれたというのは、まあ、この年に大変多くの水害、地震災害があった、災害があったということでございますが、皆様、覚えていらっしゃいますでしょうか。この年はですね、台風が、まあ、10個日本列島に上陸いたしました。通常だいたい 2個から3個ぐらいというふうに言われておりますから、その10個というのは大変多くございます。それから梅雨末期の集中豪雨等でですね、そういった水害で220名以上の方が、まあ、亡くなられるという災害が起こりました。またその10月の23日だったでしょうか、中越地震というのが起こりました。上越新幹線が脱線し、まあ、各地で液状化が起こり、また山口村ではですね、多くの山腹崩壊等が起こり、また芋川という川でですね、天然ダムがまあ形成されるという、まあ、そういった土砂災害、地震災害が起こりましたし、まあ、余震じゃなくて、あれですね、アフターショックでですね、体育館に避難していた人が、まあ、怖くなってですね、自分の車の中で避難生活をするということで、このエコノミック症候群になって多くの関連死、災害関連死の方が、まあ、生じたという、まあ、そういったことが起こっていますし、12月にはスマトラで、地震が起こりまして、また23万人もの方々がですね、まあ、直接被害、またはまあ津波、特にまあ津波によってまあ亡くなられるという、そういう災害が起こりました。まあ、国内外でこういった災害によって多くの方が亡くなられたことから、まあ、災という字がまあ選ばれたというふうに思っておりますけれども、さて、昨年はですね、特徴的だったのは、その広島県での土砂災害、それから岡山県真備町での洪水災害、そういう、災害が起こってですね、特にその西日本豪雨水害では一連の水害で230名以上の方が亡くなっておられるわけです。まあ、こういった
その一連の災害、水害で100名以上もの方が亡くなるといった災害は、昭和58年の山陰豪雨水害の109名以来、35年ぶりの水害だったということでございます。特にですね、真備町ではですね、波堤氾濫水害が起こって、急に襲ってきた氾濫水によってですね、多くの方が亡くなっております。それも1階平屋建ての家、それから2階建ての家に限らずですね、亡くなられた51名の方々は、のうちの50名ぐらいがですね、1階で溺死されていたということですので、いかにですね、この避難勧告指示等が出ていたとしても、まだまだその避難といいましょうかに、いろんな問題点があるなということに気づかされる災害でございました。私自身、実は私で恐縮でございますが、30数年前に学位論文をまとめるときにですね、洪水氾濫解析、それから 土石流等の氾濫堆積解析の、そういった、研究によってハザードマップの基礎となるような研究を、してたわけでございまして、洪水ハザードマップとか土砂災害ハザードマップのですね、普及、作成、普及、公表に関しましては、行政の方々、住民の方々と一緒にですね、実は取り組んできました。ただ、こういったことがですね、起こって、ハザードマップと同じ、洪水ハザードマップと同じような現象が災害発生したというようなことをよくテレビで言っておりますけども、避難する方々にもですね、問題はあるにしろですね、なぜこういうふうなことになったのか考えてみましたら、やはりこのハザードマップのですね、中にもですね、まだまだ解決しなければならないいろんな課題が含まれているんじゃないかというふうに思ってですね、非常に残念な思いをしたことでございますが、今後ですね、そういった残された課題についてもですね、ハザードマップの改良とかも含めて、この分野の研究者の方々、私も含めてですけども、取り組んでいく必要があるなというふうに感じました。さて、今年もですね、昨年に発生した自然災害に関しまして、災害調査報告というセッションを、この研究発表講演会こそ後ですね、午前中に開催する予定になっております。すでに昨年発生しました災害、特にその大阪府北部地震と、西日本豪雨水害につきましては、昨年の12月20日に中間報告会をしておりますし、この場で、開催いたしました。そしてですね、今年度の末には、西日本豪雨水害についての報告書を取りまとめて、報告する予定でございますので、またそれもホームページで掲載することになっておりますので、またご一読いただければなというふうに思っておりますし、北部地震について、大阪府北部地震についてもホームページではもうすでに公表しているところでございます。これらの災害現象のですね、調査、あるいは分析、調査等を通じた分析、解析からですね、今後取り組むべき新たな、そして重要な研究課題の発見というものがあると思います。特に若手の研究者の皆様におかれましてはですね、失敗してもいいと。その失敗を糧にしてですね、ぜひですね、それじゃあ次、こういうことやってみようと。ぜひその、なんて言うんでしょうかね、未踏の分野、未踏の科学の分野に、踏み込んでですね、新たな研究分野にチャレンジしてほしいというふうに思います。防災研究所には理学、工学、情報学、社会科学、
まあ、いろんな分野の研究者がおります。で、これらのですね、まあ、頭脳を利活用してって言ったらちょっと言い方悪いですけども、そういった人たちからですね、利用して、利活用して、まあ、既存の学問分野の枠を超えた新たな研究分野に取り組んでほしいなというふうに思います。まあ、京都大学であるがゆえには、そういった研究ができると、やるべきだというふうに私は思っております。今日と明日の2日間にわたりまして、まあ、修士課程、まあ、博士課程の、学生の、まあ、発表もございますし、シニアな教員の先生方の研究発表まで、まあ、いろんな研究成果が発表されます。まあ、この1年間の、研究成果の、まあ、集大成と言ってもいいかと思います。災害調査報告、それからポスターセッション、一般セッション含めて239の発表が、研究発表が予定されております。まあ、できればですね、自分の専門の分野とは異なる分野の発表を聞きに行くなどしてですね、積極的に異分野の情報を探って、まあ、意見交換をするなどしていただき、積極的にですね、そういったところに出て行っていただいて、ぜひとも、まあ、有意義な議論、討論をしていただきたいというふうに思います。まあ、今日から2日間、どうぞ、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。